おっす、視聴者さん、ずんだもんなのだ。こんにちは、ゆずきゆかりです。やっほ、つるまきまきだよ。今日はこのホラーノベルゲームやるぞ。ザ・ベビーシッターだ。タイトル画面からしてすでに怖いんだけど。怖いベビーシッターが出てくるんですか？一応、主人公がベビーシッターだ。なるほど、今回の動画を閲覧するにあたっての注意事項だよ。それではゲームスタート。日本のベビーシッター利用率はどうなんだろうな。最近はスマホアプリとかでベビーシッターをマッチングしてくれるサービスがあって普及が進みつつあるらしいよ。ゲームが始まったな。これはベビーシッター救護の依頼だ。ガーディアンエンジェルという運営が母体の業者ですかね。12歳の娘の世話をしてくれる人を募集してるのか。日本だと小学生の子供の宿題の面倒を見てほしいとか、そういうタイプのベビーシッターへの依頼もあるらしいな。事情が気になるのでゲームを進めましょう。翌日になったみたい。主人公があのベビーシッター救護の依頼に応募したっぽいな。この郊外にあるホワイトフィールドグローブスは市内でも有数の高級住宅街だが、町外れにありかなり人里離れたところにある。始まったね。庭にプールのある豪邸ですね。すごい。この家はこの界隈の他の家へと同僚林家から遠く離れている。林家から離れてるから夜はこんなに薄暗いのか。ここは確かに素敵な場所だ。よく手入れされた芝生にプール。この時間だとちょっと不吉な感じがするけど。よし、屋敷にお邪魔してみよう。現在時刻は午後7時頃で、もうすっかり暗くなっている。家の中は静まり返っている。バジ夫人、応募を送った後あなたに電話をかけてきた女性。あ、午後7時半までに来るようあなたに頼み、時間厳守にこだわっていた。ラジという名前はヒンディー語から来てるんでしょうか。バジ夫人は夫のラジー氏と夜外出するので、娘を一人で家に置いておきたくないという。娘は12歳で、シッターを必要としているということは何か問題があるのかもしれない。なるほど。あるいは子供が暗くなってから家で一人になるのを嫌がっているだけかもしれない。それはごく普通のことだ。ここが玄関だね。バジ夫人はとても厳格なタイプの親のようだった。子供の世話のあらゆる面に気を配るタイプだ。教育ママっぽいね。夫人はあなたの経歴や資格についてたくさん質問した。彼女はかなり細かいようだった。彼女を責めることはできない。最近ではほとんどの親、特に金持ちの親は子供の教育に細心の注意を払っている。これは時代の流れであり、用心するに越したことはない。あなたは過去3年間ガーディアンエンジェルのチャイルドケアエージェンシーに登録しており高い評価を得ている。だからあなたはこの仕事を引き受ける自信があった。給料もいい。本業のベビーシッターさんということですかね。玄関の前に来たぞ。さてあなたはここにいる。30分ほど早いが早すぎないことを願う。ドアベルを鳴らしてここにいることを知らせた方がいい。ドアの隣の緑のボタンを押してみよう。ごめんください。ベビーシッターのものです。やっぱ早すぎたかな。ドアが開いたね。この人はラジー氏でしょうか。ああ、どうも。君がベビーシッターの人だね。私は石のラジだ。妻から君がここに来るという話を聞いていたよ。何歳くらいだろうな。早く来てくれたね。素晴らしい。どうぞお入りください。なんだかドキドキするね。お邪魔します。彼が脇に下がり、あなたは家の中に入る。広くて、とても素敵なお家ですね。このラウンジエリアからは、左手の黒い窓越しに芝生とプールが見渡せる。足元の床は本物の木で、家具は高価そうだ。床の上に転がってみたくなるな。私は、ソファーの上でゴロゴロさせてもらいたいです。急なお願いにもかかわらずシッターが見つかって本当に嬉しいよ。シュレア、妻は時間通りにシッターを雇えるかどうかかなり心配していてね。つい2日前、ある医学会議のシーアの部でスピーチをすることになったんだ。だから、今回の事態はかなり突然でね。それはすごく大変そうだね。奥さんも一緒についていくのかな。シュレアは娘のマヤを誰に預けるかということにとてもこだわるんだ。前のシッターさんには嫌な思いをさせられたものだから。なるほど。彼女はマヤに関してはとても慎重なんだ。あなたは彼の口調に軽い謝罪の念を感じ取る。一人娘だったらきっと余計にだろうね。ここで選択肢か。下の方がマイルドですかね。子供のことにこだわるのは仕方がないってニュアンスかも。それじゃ下にしとこう。本当にその通りだよ。君が妻の信頼を得た理由がよくわかる。中に入って。君が来たことを妻に伝えるよ。彼女はちょうど準備しているところなんだ。それじゃコートを取って車に向かいよ。戻ったらまた会おう。会えてよかった。くつろいでいて。シュレアはすぐに出てくるよ。優しくて常識的そうなお父さんだったな。バジー氏が去り、あなたはラジ夫人、彼はシュエアと呼んでいた。お待つ。
電話では堅苦しく真面目一方やりの態度を取ったラジ夫人とはかなり違い、少々放心気味ではあるものの意思は快活に見えた。夫人に会うの、ちょっと緊張しますね。左側のガラス戸からは自然光が差し込み、日中は快適に違いない。しかし今、夜になると窓からは暗闇が見え、芝生に隣接する木々が深い影を落としている。子供が夜遅くまで一人で過ごすのを嫌がるのも今では理解できる。家は大きく、隠家から孤立している。近隣自体人気がない。想像力の豊かな子供たちは、日が暮れるとピシミ音や物音に不吉なものを感じ取ってすぐに不安になるものだ。せめて庭がもう少し明るければ。夫人が来るかな？こんにちは。電話でお話ししたわね。早く来てくれてありがとう。こんにちは。シッターをやらせていただきます。夫のアナンドから聞いたかもしれないけど、私たちはある医学会議に出席することになっているわ。彼はその晩の基調演説者の一人なの。基調演説っていうのは、その会議の基本方針などについて話す人だね。超大事だな。数分前に主催者から電話があり、コンベンションセンター周辺の交通渋滞がひどくて時間通りに到着したければ早めに出発すべきだと言われたばかりよ。だから今、30分早く出発しなければならないというわけね。主催者は、とても混乱しているみたい。なかなか大変そうですね。彼女の口調は歯切れが悪い。夫人は明らかに、計画が狂ったり状況が予測不可能になったりするのを好まない女性だ。気持ちはよくわかる。急遽シッターさんを見つけることができて本当に良かったわ。マラがシッターが必要な年齢じゃなさそうなのはわかってるけど、できれば娘を一人で家に残すのは避けたいの。この辺りの治安事情はどうなんだろうな。高級住宅街だという話でしたよね。となると犯罪率は低そう。ここでもまた選択肢だ。マヤちゃんがどんな子かわからないので、ここも穏便に下の選択肢で。OK だよ。そうね。マヤは自立している。ただ、彼女は今、大変な時期なの。反抗期とかでしょうか。12歳くらいって確かに難しそうなイメージあるな。選択肢は共感を示すために上にしとくか。ありがとう。夫人、結構長いこと話してくれてますけど、時間は大丈夫でしょうか。選択肢はどういう風に大変な時期か聞きたいのでしたで。半年ほど前、別の州がここに引っ越してきたの。アナンドが NHU 病院の院長になるオファーを受けた。私たちは家族として一緒にいたかったので、荷物をまとめて生活の場を移したのよ。まだ若そうなのに、院長だなんてめちゃくちゃすごいね。きっと優秀なんでしょう。夫人はあまりこういう話を他人とできないんだろうな。マヤにとってはかなり突然の変化だったわ。古い友人や生活、育った家を離れて彼女はそれを受け入れたの。少し辛そうにね。新しい学校でも、友達はできなかった。多くの時間を一人で過ごしている。アナンドは罪悪感を抱いている。彼の仕事のために引っ越したのだもの。でも NHU 病院の院長職は一生に一度のチャンスよ。彼がそれを受け入れるのは当然のことだった。親の都合による引っ越しは難しい問題だな。でも、マヤの振る舞いは彼に負担をかけているの。彼女の過剰な想像力と相まって、ちょっとしたストレスになることもある。これから、マヤちゃんのお世話をするのに心配になってきました。マヤちゃんはどういう子なんだ？具体的にどういう問題行動があるか聞きたいから選択肢はしたね。まあ、大したことじゃないのよ。誤解しないで。マヤは素晴らしい子なの。実際、あの子は年齢の割にとても聡明よ。それが問題の一部かもしれないわ。あの子は思慮深く、その年齢以上に読書家で驚くほど大人なの。ただ、まだこの引っ越しを受け入れていない。そして残念なことに、あの子はかなり当惑するような方法で自分の苦悩を表現している。この会話、マヤちゃんに聞かれてませんよね。そう祈りつつどんな風にヤバいのか聞きたいから選択肢は上で。あの子は多くの感情と戦っているわ。12歳になったばかりで重大の入り口に立っている。新しい学校に通うことになり、その年もの学校がどれほど難しいかあなたもご存知でしょう。ホルモン、男の子、その他ものろ。アナンドと私は一日の大半を忙しく過ごしているけど、できる限りあの子に対してあの子自身の気持ちについて話すようにしている。絵もあまりうまくいっていない。問題は、あの子ら自分の気持ちを率直に語ろうとしないこと。その代わりに突拍子もない話をでっち上げて想像力を暴走させ、私たち全員を病的な作り話に引き込もうとする。作り話か。本当に作り話なんですよね。あの子のカウンセラーによれば、それは対処メカニズムで聡明な子供たちが取りがちな一種のストレス反応だというわ。おそらく彼女は元の生活に戻りたいと私たちに伝えているのでしょう。カウンセラーにかかっているのか。厄介なのはあの子がこれまでに一度もこうなったことがないこと。普段は注意を引こうとする子ではないの。もしかして私たちヤバい子を相手にしようとしてる？マヤちゃんの対処法を聞くべく下の選択肢を選びます。いえ、そういうことはあまり。さっきも言ったようにあの子は至って普通だし別に難しい子でもない。あの子は少し不機嫌な時がある。
それだけよ。それとあなたが探りを入れれば、怖ならせようとするかもしれない。例えば、この家のことで。家のことで。マヤちゃん、もしかして霊感強い継承女だったりする？どういう話をされるか聞いておきます。くだらない。幼稚な話よ。子供たちがキャンプファイヤーの周りに集まって、アナイを怖ならせようとするときに言い合うようなものだと思うわ。あの子はこの家について何か耳にして大根さに吹聴しているのかもしれない。あの子の想像力の不健全さ、不穏さには悩まされるわ。家に関するどんな話なのか聞いておこうか。というわけで選択肢は上で。そうね。全部には触れない方がいいわ。どうせナンセンスなんだのの。それに、それこそあの子が望めいることよ。私たちがあの子のヒステリーに巻き込まれること。いずれにせよあの子のカウンセラーも、私たちに関わったり反応したりしないようにと言っている。だからもしあの子が何かしようとしたら、どうか我慢して毅然として、でも優しくしてあげてほしい。今のマヤに必要なのは、少しの正気よ。今夜のことだけど、あの子はすでに夕食を食べたわ。就寝時間は9時。あと2時間弱ね。時間はすぐに過ぎるでしょう。もし必要なら、キッチンに軽食があるわ。ようやく、マヤちゃんのお世話を任せてもらえそうです。彼女は話を首、言葉を探しているようだ。前に電話で話した時、私は少し厳しいと思われたかもしれないわね。マヤの面倒を見る人を選ぶときは慎重にならざるを得ないの。彼女は今大変な思いをしているようだから。まあ、このお母さんにもいろいろあったんだろう。共感を示したいので、選択肢は上で。長話しちゃいました。ありがとう。今マヤに来るように言うから、彼女に会ってちょうだい。やっとマヤちゃんに会えるな。見ず知らずの他人に子供を預けるのってお母さんにとっても大変なことなんだろうな。シュレヤと少女の声が近づいてくる。二人は低い声で話しているが、あなたはその声に緊張と葛藤を感じる。子供の口調は不愛想で怒りっぽく、シュレヤの口調は厳しい。予想はしてましたが不穏ですね。この子がマヤちゃんか。これなマヤ。お挨拶しなさい、マヤ。しっかりした感じの子ですが無言ですね。マヤ。こんにちは。可愛いけど目力がすごいある。彼女の声はとても小さく、ほとんど聞こえない。マヤには、私たちの不在は3、4時間だけで9時までに寝るように言ったところよ。もちろん彼女は言う通りにするわ。そうよね、マヤ。彼女の口調に警戒心を感じる。マヤちゃん。マヤ。大丈夫か？うん。またボソボソとした返事だ。歓迎されてなさそうだけど、ここは友好的に上の選択肢で。まあ、お世話するとはいえ、今晩限りの付き合いですが。マヤちゃんは無言だ。じゃあ、そろそろ出発するわね。何かあったら電話してちょうだい。ここで夫妻が出発と。何かあったら電話しますって言っときましょう。まあ、それが無難だな。ええ、そうしてちょうだい。行ってくるわね。ようやくベビーシッターとしての本格的なお仕事開始か。見るからにしっかり者って感じですよね、マヤちゃん。世話というより留守番の付き添いだな。ラジ夫妻は出発した。気まずい沈黙が訪れ、マヤはあなたを見つめる。就寝時間まであと1時間半ほどある。気まずい。マヤちゃん、何かしたいことはありますか？当然のようにマヤちゃんは無言だ。選択肢だね。テレビとか読書はどうですか？遠慮しておくわ。夫人はマヤちゃんが作り話をすると言ってたが、そもそもおしゃべりするほど信頼されてないな。またあの気まずい沈黙だ。あなたは来るべきじゃなかった。それはどういうことですか？この仕事を受けるべきじゃなかったの。帰った方がいい。理由が知りたいんだが。また選択肢だよ。なんて返す？ここは優しく理由を聞いてみたいので一番上で。ここは安全じゃないから、出て行けるうちに出て行って。この家が危険？一体何が？どうしましょう。話してくれないかもしれないが、何が危険か聞くぞ。言っても信じてもらえないだろうから言えない。そう言われると困っちゃうな。誰も信じてくれないんだもの。ご両親やカウンセラーに妄想だと言い切られてしまったんですね。結構意志が強そうなんだよな、この子。とりあえず自分の身は守れるよって言っておこう。わかった。あなたがそう言うなら、私は今すぐ自分の部屋に行きたい。ここで引き止めても嫌がられるでしょうから、好きにさせましょう。仕方ないな。でも彼女は行かない。グズグズしている。あのね、両親にはシッターを雇うなって言ったの。自分のことは自分でできる年齢だから。そんな感じは私たちもしてるよ。安全じゃないの。主人公を帰らせようとしている。ここは確認の意味を込めて、主人公のことを危険だと思ってるわけじゃないか、聞いておこう。そういう意味じゃない。あなたにとって安全ではないという意味。理由はどうしても話してくれないのかな。主人公が危険なら、マヤちゃんも危険では？
もう一回何が危険か聞いておこう。私は、あなたに出て行ってほしいの。あなたに、何かが起こる前に。彼女と一緒にいると、堂々巡りをしているように感じる。でも、仕事でここにいなくちゃならないし困ったな。これが最後でしょうけど、危険だと思う理由を聞いておきます。できない。そんなことをしたらどうなるかわかってるもん。あなたは私の頭がおかしいと思うんだ。笑ったり見下したりするんだ。よほどご両親とカウンセラーに嫌な思いをしたのか。とにかく、少なくとも言うことは言ったよ。自分の部屋に行くね。まだ就寝時間じゃないよって言っておこう。一人の方が危険ではないんですか？わかってる。寝るつもりはないよ。しばらく読書したり、日記を書いたりするつもり。心配しないで。家を燃やしたりしないから。社会性はありそうなんだが、いろいろと心配だ。ただ、ねえ、もし帰らないつもりならとにかく、何をするにしても、地下室には近づかないで。いい、何を耳にしたとしても、絶対に近づかないで。地下室？地下室って、ホラーの定番ですよね。この感じからすると物音が聞こえるってことか？お願い。こういうことを言われると、地下室が気になるな。彼女はあなたを一人残していってしまう。ああ、あまりうまくいかなかった。仕方ないです。バジ夫人の言った通りだった。マヤは間違いなく問題児だ。夫妻がいなくなるやいなや、彼女はこの状況を気まずくさせようとし始めた。このまま乗り切るしかない。彼女が夜の残りの時間を2階で過ごせばうまくいくはずだ。両親が戻ってくるまで、ここのラウンジで時間を潰せばいい。夫妻はどのくらいで帰ってくるだろうな。簡単にできるはずだ。それでもマヤとの会話は後味の悪いものだった。彼女は確かに賢い少女のように見える。彼女が人生の変化の痛みに苦しんでいるのは気の毒だ。しかし、成長は変化からしか生まれない。そして、それは彼女が時間をかけて学んでいくものだ。マヤちゃんが言う通り、この家に何かヤバいものがあったりしないかな。とりあえず座りました。一見素敵なお家なんですけどね。見た目通りの快適さだ。贅沢なレザーに沈み込むようだ。快適なカウチは羨ましいが、主人公もマヤちゃんも大丈夫かな。10分経ったね。なんだかドキドキしてきました。マヤちゃんは地下がヤバいと言いたげだったな。今何の音？あれは何だったんだろう。ドアが開いた。この階のどこかから聞こえた。まるでドアが開くような音だった。マヤが降りてきたのか。まさかこの音は地下からなのか。どうするの。マヤちゃんが立てた物音の可能性もあるんですね。とりあえず行って調べよう。音はあそこの階段の近くから聞こえた。ドアが開くきしみ音がはっきりと聞こえた。音だけなのにめちゃくちゃ怖い。これはマヤのいたずらではないはずだ。ともかく異常がないか調べないと。ここには3つのドアがある。左のドア、階段の右のドア、そして階段の後ろにドアがあるように見える。階段の下だ。階段は別の階に通じており、おそらく寝室があるのだろう。あなたが聞いた音、ドアが開くビシリシという音はこのドアの一つから聞こえてきた。間違いない。とりあえず近くにある3つのドアを確認してみるか。立て付けが悪くて勝手にドアが開くとかある？どうでしょう、こんなに立派なお家ですし。結論から言うと、一番下の階段の下のドアが開いてるぞ。それって地下ってことじゃ。嫌な予感がしますね。このドアは開いている。マヤちゃんは自室だよな。これはあなたが聞いた音に違いない。ドアの隙間から見えるのは暗闇だけだ。どうしてマヤちゃんは近づくなって言ってたの？閉じた方がいいんでしょうか。うわ、何してるの。地下室に近づくなって言ったよね。驚かさないでよ。ガチでびっくりしたので、ここの選択肢は上で。地下室に近づくなと言ったはず、なぜ聞かないの？なぜ誰も耳を貸さないの？今までもこういうことが。扉が開いてたって言いたいのですが、ないので、とりあえず下を選びます。どういう意味？私を非難しているの？私は何もしていない。マヤちゃんが嘘ついてるとかありえるの？ここはお母さんのことに触れず、上の選択肢を選ぶぞ。で、私は今降りてきたところなのに。多分、マヤちゃんは嘘をついていないでしょう。階下であなたが動き回っているのが聞こえたから、何をしようとしてるのか見に来たの。なるほどな。地下室のドアの近くにあなたがいるのを見たの。近づくなと言ったのに、何を聞いたとしても。ドアを閉めるのもダメなのか？ここは、じゃあ、誰がドアを開けたの？って聞いてみます。いっそのこと、地下の扉を開けっぱなしにしたら？私じゃない。もしもそう言っているのなら、わかる。あなたたち、みんな同じ。みんな私が嘘をついていると思っているんだ。カウンセラーでさえも。僕らはそう思ってないぞ。ママは私が作り話をしていると言ったんでしょう。あの人は誰にでもそう言うんだ。見ず知らずの人にもね。でも、作り話はしていない。不動産屋がこの家について話したことを、
ママはあなたに話さなかったに違いないわ。不動産屋、何の話ですか？もしかしてこの家事故物件系なの？マヤちゃんはまた心を閉ざしてしまう。本当に何が起こっているの？って聞きましょう。言っても嘘つき呼ばわりされるだけだもん。そしてやってもいないことで私を非難するんでしょ。そう言われるとどうしようもないな。だから何も言わない。やりたいようにやればいい。でも自分のためにも地下室には近づかないで。何を聞いても。不動産屋になんて言われたか気になるな。では選択肢は下で。多分教えてくれないんだろうな。そうみたいだ。最高だ。彼女はまた2階に戻った。なかなかうまくいかないものだ。マヤの両親が帰ってくるまでなんとか乗り切るしかない。これは間違いなく居心地が悪くなってきている。バジ夫人が娘のことを心配するのも無理はない。子供たちは様々な方法でストレスを表現する。あなたはトラウマになるような変化を経験した子供たちを見てきた。かわいそうな子だ。引っ越しはストレスだったでしょうが、今回の話はモヤモヤする。このドアは閉めた方がいい。マヤが言ったことを過剰に心配しているわけではない。でもドアが開いている光景はちょっと気味が悪い。この扉ガム手でびっちり封鎖したらどうだ？ドジ、この方がいい。ずっとこのドアの前で待機してみるのもいいかも。快適な空に戻り、芝生の暗闇を見つめる。彼女の両親が帰ってくるまでじっとしているつもりだ。それじゃここまでを前半として一区切りするか。そうですね。ご視聴いただき誠にありがとうございました。次回の動画で会おうね。バイバイ。チャンネル登録、高評価、よろしくなのだ。